で上半身はまっすぐで下だけ半身になるっていう基本動作を身につけた後は、今度は止まったりする時のこの半身の状態を一気に作っていきます。また同じように同じ場所で1,2,3の3バー動作で、下だけ半身にしていく。これをまた重心を伴ってやっていく。これを左右向かえてやっていくというような段階を経て、こうレベルを上げていけます。これは後ろ方向、後ろ180度に対する足の運びで、前方に対しては動きは同じなんですけども、今度は後ろ足で前に出る動きをドリルで染み込ませていきます。その場でやるステップ、これに重心移動を伴いながらでもいい状態でいられるようです。さらにこれを踏み替えていくと。でこれで前に対しても後ろに対しても出れるようになってくるので、その一番速い前後方向のターンの切り返しっていうのは、下がる出る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 、体はラダーの黒い棒とほぼ平行にした状態で半身で押して前後にターンをしていく。でサッカーの局面だと、止まろうとした時にウィークサイドに行かれたら、そっちに対応しなきゃいけない局面があるので、その時は踏み替えてる時間がないので、この状態からウィークサイド方向に対して半身を一気に変えられるような動きをドリルにして体に染み込ませていきます。同じ場所でやる重心の移動を伴っている、さらにそのスピードを上げていくっていう段階を経て、動きのレベルを上げていくことができます。